本番いきます。よーい。カメラ OK、音 OK、役者 OK、よーい、スタート。はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。今回はですね、じゃじゃーん。はい、アベイル大量買いです。何回か着替えを行うので、いつもの帽子は外しております。とりあえずですね、むちゃくちゃ安いおしゃれな服ですね。はい、で、こちらなんですけど、今日2袋買ったんですが、それぞれですね、違う日に買っておりまして、数ヶ月間ちょっと放置をしておりましたので、この機会にですね、もう自分もどういう服買ったのか忘れちゃうくらいなんですけども、では、見てみましょう。はい、ではまずは1点目。はい。まずはこちらですね。こちらなんですけども、風通しがむちゃくちゃいい、長袖シャツになります。はい、こちらの値段、1980円が、なんと550円。むちゃくちゃ安いです。では、次行きましょう。はい、先ほどの色違いです。はい、こちら同じく1980円が550円で買えます。はい。こちらですね、2点セットとなります。ポリエステル製のものですね。で、こちらのデザインがこんな感じですね。なんて書いてるか、カリフォルニア、カリフォルニア T シャツです。はい。こちらがですね、2480円が2セットで550円で買いました。むちゃくちゃ安いじゃないですかね。いや、これも結構いい感じですよ。今年の夏に着たいと思います。はい、では次行きましょう。はい、こちらも同じく2点セットとなっております。But No It's All Gone、1980円、550円ですね。はい、でこちらはボタンがついておりますので止めるということもできます。薄手の生地なんですが、とてもですねデザイン性が良くて気に入ってますね。同じく半袖なので、今年の夏ですね、着たいと思っております。では次行きましょう。はい。で、まずこちらですね、2480円。こちらが、990円ですね。こちら、長袖となっております。これはですね、まあ、ちょっとまあ薄いといえば薄いんですけども、今の季節に着れるんじゃないかと思っております。シマウマ柄に、はい、こういう感じの生地ですね。とてもいいと思います。はい。では次行きましょう。はい。はい、こちらはですね、1980円が980円。まあ、約半額ですね。デニムっぽいんですけども、実際デニムじゃないですね。転写されてますものとなっております。で、長袖で、結構あったかいですね。ポリエステルが使われた生地となっております。帽子もついておりますね。こんな感じの、そうですね。ちょっと自分的にこれはですね、この色柄を見てですね、あ、これいいなと思ってですね。まあ、980円なんで、着こなしができる、ちょっとかっこいい感じかと思います。はい、では次行きましょう。はい、路地裏にいそうなヤンキーみたいな、ちょっと奇抜な感じの色ですね。1980円が半額、980円の金額となっております。もう金額がそこまで高くないので、一つはですね、必ず絶対着ないなっていうですね服を毎回買ってます。まあこれがですね、まさしくこうなんですけども、基本的に家でですね、まあやはりと服を変えるとやっぱ気持ちも変わるんですよね。ちょっと新しい自分を探ってみたいみたいな。ちょっと寝肌の部分を見ますと、ダギングというですねものらしいですね。部屋着にしたいと思います。では次、行きましょう。はい、今までのですね、3タイプと同じ系統の服なんですけども、はい、こちらもですね、すぐ、これは普段使いがすぐできる。はい、同じく、こういったものパーカーの帽子みたいなのもついておりまして、まず何よりも暖かいというわけですね。こちらですね、1680円が980円となっております。はい、というわけですね、こういったですね、いろんな服がですね、格安で買えるとですね、個人的にですね、もう数年前から利用させていただいております。ちょっとオシャレ系で金額が安いというところですね。そこがやっぱりアベイルの魅力。で、あとですね、やっぱりその、品揃えがむちゃくちゃ多いんで、自分の好きな系統ですね。いろんな系統がたくさんあるんですけども、このジャンルいいなとか、好きなジャンルはまずいきますし、正規の金額だと、まあ、やはりその最初に言ったですね、1980円とか2000円とか3000円はあるんですけども、大体その季節の変わり目ぐらいにですね、ちょっと前のですね、季節の服が半額以下になってる。
ここですね。監督自身札幌にいるんですけども、実家に帰った時はですね、必ずアウェイでですね、服を買って帰る時にちょっと持ち帰るみたいな感じにしてですね、もう毎回服が増えててパンパンなってるんですよね。はい、というわけでですね、まあでもこれくらい安ければですね、サイクルっていうのがですね、いろいろ回りますので、まあいろんな自分をまあ発見してみるのもありかなと思っております。監督ラボですね、こういったですね、安いものですね、あと本当におすすめしたいもの、まあ、基本的にはもう自分がもう 100% 絶対にこれはおすすめしたいっていうですね、いろんなジャンルの動画をですね上げておりますので、もしよければですね、チャンネル登録まだの方はしていただきたいのと、よければですね、いいねを押していただきますと、まあ、喜びます。はい、ぜひとも参考にしていただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございます。他にもこういった動画を出しております。ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。カズコでした。